ってきました。はい、帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は朝から養殖場行っていいもん見させてもらいましたよ。松本師匠と研修生の河原さん、もらってきたのはこれですよ。はい、もう完璧に商品化されとんね。ほら、予約しとけばしてくんさとて磨いて、うん、食べるだけの状態。ほら、重きつきだよ。綺麗、結構入ってますね。結構入ってるよ、ほんちゃん。ほんとですね。ほんちゃん大好き、日本酒。日本酒好きですよ。あ、好き。あ、よかった。今適当に言ったんですか。適当に言ったよ。これなんか入っとったから、フグ屋さんのポン酢。あ、これ言われてましたね。松本さんって書いてありますね。松本さんって書いてあるね。言われてるんですね。うん、これも使ってまずは1品目、フグの薄作りにちょチャレンジしてみようと思ってます。難しいとおっしゃってましたね。頑張ってみよう、はい、それと味噌汁、フグの味噌汁とかちょっと食べたことなかろう。ないですね。だからもったいないってイメージがすごかった、はい、でもね、あれだけ食べられた方たちが言われるんですけど、間違いないでしょ。もう純粋にこの出汁のみの味噌汁でいこうと、はい、この2品と今度こっち。おー、九州様、唐津と九州大学のコラボレーション、アニサキスが5万匹調べて入ってなかったと。だけどほぼほぼもおらんこだ感じだろうね。そうですね、うん。この旧サバをお刺身でいただこうかと。生の刺身ってあんま食べたことなかろ。ないですね。さらにしゃぶしゃぶでも食おうと思ってます。さらにこれ、松本師匠がいただいたこのガラ、もうね、ご自身で食べるように取ってたパックらしい。これを唐揚げにしようかと。おお。しかもさ、コーンスターチで揚げたらよかったですって。はい、コーンスターチを使って唐揚げを、一井先生お願いしてよろしいでしょうか。わかりました、よろしくお願いします。もうこれ大丈夫ですよ。で、唐揚げ、サバのお作りとしゃぶしゃぶ用、それから、フグの、お酢作りとしゃぶしゃぶ用と味噌汁。はい、はい、多いな。豪華だな。多いですね。多いよ、品数。ヒレ酒もつくと。あ、もう言っちゃった。日本酒つったけん、もうどっちみちバレとろうけど。じゃあ、やりましょう。はい、レッツブレバーイ。はい、じゃあ味噌汁やっていきます。はい、ソイギンタ。ここにこいつ特設スタジオを作ろう。出た出た、特設スタジオ。このカメラは何だったんだ。そうか。どーん。うわ、身多いな。多いっすね。こっちの柄を使って、お味噌汁作っていきますよ。はい、じゃあ入れていきますよ。はい、はい、すごいな、フグの出汁って。よいしょ。こいつはサンマおろし。どうやってするんだろうな。あ、なんかちょっと神経のギュッと動いた。しまっとんね、やっぱね。いや、一応は唐揚げ、下味をつけるっておっしゃってたので。そうそうそう、はい、醤油、生姜、ニンニクもりとかよ。はい、お、基本的な構造でしょ、こっちのごた感じだな。テカテカしてる。これも味噌汁よ。もう急ぐぞ。もう出汁つかない、結構時間かかっけ。そうですね。全部具材入りました。はい、どうやって切るんだろう、これ。よく考えたら皮ばはがんいかんって聞いたけど、切るのか。削ぐようにって言われてましたね。うん、切るように。切るように。これ柳ってやっぱ、あ、やっぱ難しかね。でも、いけることが分かった。よいしょ。あ、切れた切れた。いけそうですか。いけた。お、あ、ほんとだ。大体いけとって、このタイプちょっと難しいか。こういう仕上げ失敗しそうやけんが、そこそこにしとくよ。よし、ここも味噌汁じゃん。よいしょ。 OK。 ベラ薄く、あ、薄く切ろう、切ろうって蒸しすぎて、ちょっと余計難しいな。これ難しく、難しいです。でもまあなんとなく薄く、結構薄いと思いますよ。うん、こっちも漬けタレができましたよ。これ下味も漬けといた方がいいですかね。はい、ちょっと集中して何も喋れ、トークはお願いしておきます。ゴンちゃんが喋りますよ。いきますよ。いきます。これ集中するのか、喋らんのかい。多分最終的に盛り付けたらそれっぽくなりそうな気がするんですよ。確かに。揚げる用のコーンスターチ入れておきます。はい、はい。結構慣れてくるものですね。どうだろう、分からん。さっきよりスピードアップしてる感があります。本当？はい。骨盤掴んできたとは事実。ここを開けてるのには何か、いろいろとやっぱ試してみたいんですよ、ここは。なんだろう、分からんの。分からないですね。ん、置いた。え、何作ろうとしてるの。お、なるほど。分かった。分かりました。できた、薄作り。すげえ、それする。おお、すげえ、それすごいわ。
びっくりした今ねえ、サラーズクリーム、どうだいこれ、綺麗ねえ、初めて作るにしては敷居の高い、本当ですね、ツル。次はサバ、はい、インキューサバで、これ火止めて味噌溶いていきますよ、はい、よおー、キューサバ君に決めた決めた、でデレデレデデデデデレデサバンナさん、わかる人はわかる、わかる、知らんの、知らないですね、テケテケテレって、もうよかったやろ、はい、キューサバ、うわー、パンパンしとんな、サバはね、ほんと切れる包丁じゃないと、はい、身が割れちゃうんですよ、どうしてるんだろうな、君はあのし美味しい飼料を食べてるサバちゃんなんだね、僕はね、あの飼料を食べて育ったんだよ、お父さんもお母さんもアニサキス入ってなかったんだ、僕も入ってないと思うけど、めちゃめちゃ宣伝上手はい、いきましょう、はい、油肝心ね、本当ですか、はい、もうてちょっと寝とった人ですよ、寝ちょって寝ちょ、ちょっと寝ちょっす、寝ちょっす、はい、ここら辺はね、いつも通りのような魚のあれなんで、はい、だいぶ気持ち楽ですよそうですね、サバはね、身を起こしたり鳴らしたりしようけど、もう割るっけ、もうこのまま切るだけ、脂乗ってるな、へぇ、あ、いや、これ真っ白人じゃないか、これは、うわ、できるだけ身を触らない、これね、鮮度も良くて包丁もちゃんと切り、あ、脂乗った、素晴らしい刺しでございますね、こいつは、うわ、もうニットニチョスっすよ、これね、ニチョス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 、誰、ニチョス、ニチョス、うん、ニチョス何ニチョスって僕に聞かないでくださいよこれどうしようかな、ボクイッチさん、どうしました、多分ね、味噌の量少ないんだけどさ、はい、これぐらいの方が出汁楽しめるんじゃないかっていう葛藤があるわけですよ、僕の中で、なるほど、任せますよ、自分が美味しいと思うものを塩持って提供する、はい、うわ真っ白ね、ほら、でね、ここの横歯取ってるしか、断面、ほらほら、ここ、うわこいつもなんか熟成させたらどうなんだろうと思うね、そうですね、いいよ、唐揚げいっちゃっていいよ、はい、もう味噌汁はネギ入れて終わりです、はいよ、はい、ネギ待ってますね、よっこいしょ、はい、油食べていきます、よいしょいや、結構張り切ったっすねお作りにしていくわけですね、あ、やっぱ出ていけるな、これ、あ、新鮮だから、うん、割れんでくれよ、割れんでくれよ、身は軽く押さえすぎ、身の割るときも怖か、おいしょ、ほら、めっちゃ綺麗に取れた、取れたね気持ちいいぐらい取れた、腹骨を取って、うわ、脂ギトギトだぞ、ほら、すげえ、ヒラマサのトロンだったところの出てきた、それぐらいの色してますね、すごい、ね、しかもヒラマサの10キロオーバーのやつ、ハラミの厚か、ガバイ取るもん、ほら、ここまで取れる、ほんとだ、厚っ、勢いか、テカテカ、こい、うわー、テカ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 やぞ、反射してるもんな、ギリギリ、しっとりしとんね、上品ですね、うん、うん、きれい、きれい、やっぱり一枚バリって切りたかったのに、ましみにね、ちっちゃく感じちゃうよね、どうしてもねでもめちゃめちゃうまそうですよ、うん、ちょっと、うわー、こうか、うわ、油すごっか、ほら、すげえ、油出来上がったら揚げてっていいですか、どうぞ、はい、いいですよ、いくよ、はい、はい、しんちゃんの、はい、おっしゃー、この先こんな感じなんだ、うん、もう見る部分が上がればよかった、もうそんなに上げなくていいですよね、うわ、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか、ねえ、うまいっすよ、ケケッて浮かぶやんだけど、手のぎっちょぎちょした、うわ、うん、手のぎっちょぎちょ、もうなんか身の入ってね、カメラぶつかって、おい、こっちまでボロボロだったカメラぶつかってボロボロ、せっかく作ったときに乗せて、これで、はい、置いたら唐津キューサバ盛り完成、唐津キューサバ、
唐揚げはどうですか。まだまだ揚げておりますよ。いいっすか。お、いびき。お、いびき。30秒ぐらいちょっとね。はい。はい。透明になってきた。本当、透明だ、すげえ。ほら、透明。透明。透明。透明だ、すごいな、透明になるんだ。氷入ったけどさ、これ水冬やけど、水めちゃめちゃ冷たくて大丈夫かなと思って。1時間ぐらいつけとき、社長らちょっと初め。大家族の唐揚げみたいになってきたんですけど。はい、食べるよ、ゴンちゃん。油物大好きでしょ。大好きです。皮を。水気を取るリードがもう濡れているっていうね。まな板で。まな板で濡れているっていうね。ちょうどいい感じに濡れてるとじゃないとかな、怖い。透明になると同時に他とも一緒に揚げたけんね。うわ、おお、プルンプルン。うわ、どんくらいに切ったようだよな。うわ、お、一できた。はい、揚げ物が終わりましたよ。よいしょ。こっちはもう完成よ。お、まだですね、ちょっとやることが残ってるんですよ。なんだろう。厚感を作らなきゃいけないんですよ。そうね。はい、フグの唐揚げ大家族盛りバージョンでございます。完成でーす。すごい。めちゃめちゃいい。あの色のなんかバラバラにやっけ、なんか盛り付け次第ではいろいろできそうけど、はい、ちょっとなんとも不格好な。はい、はい、完成。皮皮いいでしょ。美味しそう。遠くでゆっくり炙れてたけどね。このくらい遠くでよかったかな。遠いですね。あっ、はいよ、はいよ、はいよ。難しい、難しい、難しいかよ。ちょっと茶色になってきたかな。ちょっとなってきましたね。ちょっと焦げ目のあぐらいってとこね。温度何度ですか。70度です、はい、フィルパー時間にしては、はい、ヒレが入った。本当に暑いですよ。50度くらいだと思うんですよ。50度くらいよね。じゃあもういいんじゃない。もう分かりました。火つくと思う。そいでどうなんですか。ライターありますか。ありますよ。日本酒はこれですよ。さくら純米吟醸スーパープレミアム。おっ、なるかな、なるかな。なるんすかね。もう一度もかよ。一度もいいですか。はい、こんぐらい、もういいんじゃない、これで。よし、今一瞬パチパチしたけど、ポッて。ゴンちゃん、ひでし完成。そうそう。じゃあお味噌汁ほら、ゴンちゃん、ゴンちゃん、ゴンちゃん、はい、はい、パラパラっとパラっと。じゃあこれでお味噌汁も完成でーす。わー、美味しそう。はい、できました。はい、すごいですよ。すごいっすね。今回はすごいよ。はい、一回しょ、いただきます。いただきます。羽をいただく。しかもザラザラザラっと。いただきます。ポン酢でいくんですか。そうばい、醤油じゃないか。ちょっとポン酢だけ。ポン酢、はい、あら、私が間違えた。そうですね。知らんって話したのに。食べましょう。いただきます。いただきます。うん、あー、弾力感、弾力すごい、うまい、上品感。あの、やっぱりカワハギとフグとってよく食らうことあるけどね。あの身のすごく上品。フグやっけね、こう言っとくけど、うん、フグ食べようってトラフグ食うってことだし。いや、まさかここでトラフグ食べることがあると思わなかったですね。ねえ、あ、美味しい。しゃぶしゃぶしようか。トラフグなんてこんな食べれないよ。いくよ、しゃぶしゃぶ。はい、しゃぶしゃぶしゃぶ。どれぐらいかな、もうちょっといいかな、ちょっといいかな。あー、もう身のプルプルしよう。ネギとおみじおろしを乗せて、ちょっと待って、いただきます。いただきます。うん、うわ、うまいな。うまい、うまい、これうまい、うまい。これあっという間だよ、たぶんこれ。ネギともみじおろしの激合いね、これね。うん、そうですね。皮すごくゼラチンって思うけど、身も火通すぎ若干ゼラチンって感じるところだ。こうプリンってしたね、生のそのままの弾力と違って火通すことでも全然変わるね。ちょっと味噌汁いただこうかな、次。はい、味噌汁、フグの味噌汁、おすすめメニューの一つやったけどね。うん、うん、だしずんね。あ、出てるわ。強いっすね、身が。やっぱ鍋に合う身って感じ。ほらほら、最高の贅沢してますよ、我々。皮行ってみましょうか。皮行こうか。はい、じゃあこっちに透明くん、こっち取ろうかな。ポン酢でちょっと、おお、皮、うん、えー、うん、うん、もちもちやん。ね、
うまっ皮付き、ね、こんな感じなんだね、結構皮量あるよね、はい、うん、こんだけ皮取れるんだ、一匹で美味しい、おいしい、次どれいきますか、旧サバですか、次はじゃあ濃いね、ガサ包丁のテカテカなぐらい脂のとったけん、うわ、脂脂出る脂テカテカやな、弾きまくっといよ、弾きまくってますね、いただきます、いただきます、うん、はぁ脂がすごい、うまい、もうサバじゃないね、うんうん、青物が熟成されたこと感じ、うん、なんだこのしっとり感、これすごいな、初めから身に味のめっちゃのっと、だって今日締めたやつですよね、うん、これ土井でもう一回ずつ食いたかも、早う、そうですよ、あっちも早う来たかも、そうですね、ここも来たかも、ちょっとこれのしゃぶしゃぶの準備しましょうか、あ、そっか、これもしゃぶしゃぶとか、はい、お鍋を買いましょうか、じゃあ行こうか、しゃぶしゃぶ、もう脂やん、もう芸術的よ、いただきます、うん、あ、なくなった、うん、ね、そっち系なくなりましたね、これすげえ、今日いいのよかな、いいもん食べてるな、しゃぶしゃぶもしかも刺身がやっぱちょっと衝撃やった、一匹分にしては結構あれですね、あれよ、何の生臭さもなか、生ですね、サバの生臭さ全くなかよ、ゴンちゃん、そういえばあれだね、お酒飲んでないね、あ、おお、遅い、どうぞ、ひげちゃん、ももちゃん、ももちゃん、いいんですか、いただいて、もういいですよ、うん、まだ3時ですけど、大丈夫ですよ、うんうん、そっかあ、ほんと、色が変わってる、へぇ、いただきます、はい、はい、香りがふわっと広がります、美味しいですね、これ、あ、ほんと、美味しいです、ちょっと、そう、あ、香りもやっぱりするね、はい、香ばしく感じの匂いの、あ、ほんとだ、あ、美味しい、美味しいですね、どんどん飲める、どんどん飲めますね、美味しか、ほんとにめっちゃまろやかされて、お酒もよかもんだって、唐揚げいか、唐揚げいか、行こうか、はい、いただきます、いただきます、うん、味によか、いよいよご飯欲しいな、うん、うまっ、この人たちご飯だよ、うん、お酒しとるね、味付けよかったよ、行ってこい、美味しい、あ、ほんとした、うん、かったです、ほんま、うまいね、ちょっと締めてゆっくり食べようか、これ、はい、そうですね、相当な量ですよ、今回ですね、これいただいたこの旧サバのキャンペーンがですね実施中ということで、概要欄の方リンク貼っておりますので、ぜひチェックしておいてください、はい、ということで、松本さんさんからいただいた養殖のトラフグ、トラフグカラツと九州大学のコラボ、はい、旧サバ、旧サバ美味しそうだなと思った方、高評価とチャンネル登録コメントもよろしくお願いします、よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。はい、アルバサの鉄がやってきたと、はい、ということで、手がやります、うん、あそこだよ、さっき18分の20分、あっちか、おしたー、うーん、勢いか、ご勢いか